しゅうあんこさんハート、おかえりやつ今日も早い。しゅうあんこさん、コウモリ、ファイヤーサファーさん、コウモリありがとう。トールさん、お菓子ありがとう。クロミちゃん、コウモリ、トールさん、コウモリありがとう。あ、ジュンさんやっほー、来てくれてありがとう。チューチューです。コメダコーヒー楽しかった。そう、バレちゃう、ミーポンが言ったかな。ヒラリーハットさん、わけありがとう。そう、ミーポンとカナウタンとかすみたんとひーたんたんで行きました。のりさんとキューマンパスタさん、お化けありがとう。チューチュー今日もかわいい。本当よしひこさん、エムドツさん、コウモリありがとう。嬉しい。みんなコウモリ集めてるので、ハロウィンギフト集めてるので、よかったら。メロンソーダ飲まなかった。よしこさんハート、ゆめたちさん、たくさんありがとう。こもり、あの有名な卵サンド、卵サンド食べなかったよね。白ノワール食べました。ゆめたちさん、こもりありがとう。リサ48さん、こもり、よしこさん、こもり、ありがとう。みんなこもり、リサ48さん、こもり、よしこさん、こもりありがとう。なずのさん、こもり、普通さ、いや、ちっちゃめにした。みんな単指、うん、ほぼね。何を飲んだ。なんか私結構このシリーズ飲むんだけど、カゴメの野菜生活のやつ、結構このシリーズよく飲むんだけど、なんか秋冬限定で販売してるらしくて気になったので買いました。いつもはこのグリーンスムージー、緑のを飲んでるだけど、今日はちょっとあんまり、なん、秋冬限定の買っちゃった。じゅんさん、コウモリありがとう。今日も安定の可愛さ、ほんと。ひらりはとさん、コウモリ、みゆみゆさん、コウモリ、ユナイテッドさん、コウモリありがとう。みんな嬉しい。月曜日頑張りやっちゅう来た。チュッチュ、よしこさん、コウモリありがとう。そのすねにする、そう、梨もあったんよね、期間限定かな。ひーちゃんさん、コウモリ、あつよしさん、コウモリありがとう。嬉しい、みんなコウモリありがとう。初見です。あれ、しんやけんさん、いつも来てくれてありがとう。ミニシンノルノはサブロックサンダー、普通のやつにしました。でもちょっとかな、ちょっとあの、いつも白ノワールは生クリームにしたい派なんだけど、今回は生クリームにするの忘れちゃってた。ピエンだけど美味しかった。ミーポンはビロックサンダーのホワイトのやつ食べてて、でかすみたんはブラックサンダーの、あのチョコの濃いチョコの方を食べてた。限定、そう、ついつい限定に惹かれちゃった。エムタツさん、お化けたくさんありがとう。嬉しい、ありがとう。ほうほう、買ってみよう。限定に弱い、そう、限定に弱いの私。よしこさん、コウモリありがとう。嬉しい、限定はね、そう、惹かれちゃった。しかもなんかめっちゃキラ、なんか可愛いのデザインが、秋冬限定、秋冬限定、めっちゃデザインが可愛い。それ飲んだことない、ブドウ、そう、ブドウ、ピオーネ、ピオーネ私好きなんだよね、三好ピオーネ。うん、ふん、明日も買おうかな。ゆういちさん、コウモリありがとう。みんなたくさんありがとうね。ちんちょうけいさん、コウモリありがとう。タンヤビかわいいね。じゅんたん、じゅんたん。限定に弱いリアチュに、リアチュがす、そう、限定に弱いの。また来ちゃいました。コウタさん、来てくれてありがとう。
やはちゅー、こんばんは。ピオーネタン、ピオーネタン、ピオーネタン、私好きなんだよね。ピオーネタン、ピオーネタンラブ。ピオーネタン美味しい。え、すごい、ネクスト新商品紹介って書いてある。野菜生活100スムージー、紅ほっぺ&ラフランスミックス。紅ほっぺ甘酸っぱさとラフランスの濃厚な甘さ。すごい、リンゴとイチゴ、紅ほっぺ&ラフランスミックス。紅ほっぺの甘酸っぱさとラフランスの濃厚な甘さを感じる美味しさにご期待ください。イチゴとリンゴってどんな味なんだろう。気になる。でも今までこれ飲んで、このシリーズ飲んで本当に外れたことがないの。外れたことない、というか全部私のお口にあった。シロノワールはノーマル、そうノーマルの小さめ頼みました。週期限定洋酒入りのチョコとか、私洋酒は好き、お酒が入ってるお菓子とかちょっと苦手なんですよ。明日買ってみちゃう。藤うさぎさん、コウモリラフランスか気になる。そう、ラフランスね、梨かな、梨リンゴ、めっちゃ美味しそう。紅ほっぺ、いちご好きなのででも美味しそう。ふしうさぎさん、コウモリありがとう。次は何投げればいいの。ぜひよかったら皆さん、お化けとかね、いろいろなんだハロウィンのやつで応援してくれたら嬉しいな。もっかさん、コウモリありがとう。いちごたん、りんごたん、リアってスムージー好き。そう、スムージー好きかも。限定、確かにめっちゃわかる。じゅんたんわかる、めっちゃわかる。私もそう、たまに、あ、そうなるかも。定番のものわかる、選びがち。私もこういうね、なんかジュースとかは結構ね、お菓子とかは定番じゃないけど期間限定買うけど、なんか食べ物食べに行ったりとかした時は同じメニューばっか頼む。ファミレス行った時とかほぼ同じやつ。いちごもまたミックス系の飲み物苦手いるやん、やっぱいるやん、いろんなね。ラフランスは洋梨なんだ、洋梨ね。ノーマルのミニ、そう、了解。ジャズハート、いちごちゃんはママの味ちゃうママの味か。ラフランスは洋梨、梨といちごだ。タコパパさん、コウモリありがとう。洋梨ね。ゆきゆきさん、コウモリ、コウモリやち。他の子も白の見る。あ、でもかすみたんは多分ミニじゃなかったよな。リンゴさん、北沢いちごさんでリンゴいちご、すごい。ブドウ苦手って言ったけど、シャインマスカットもらったの。シャインマスカット美味しい、さっぱり。冒険アンニョン、フジポン、コウモリありがとう。 S オムラツーさん、コウモリ、ゆきゆきさんハート、 S オムラツーさん、コウモリ、ゆきゆきさんハート、寺月さん、お化けありがとう。これがヨナシや、ヨナシ、そっちのヨナシじゃない、そっちのヨナシじゃないもん。いちごたミルキみたい。期間限定とか新商品を気に入ってもその後なくなったら、確かに今までで新商品とか季節限定でまだなんかなくなってほしくないなっていうのは経験したことある。みんな新商品買ってめっちゃ気に入ってみたいな。私はね、忘れたあったっけ。なんか前髪が変。やつの通称再販、嬉しい。徳島の日ありがとう。そう、再販が、第三版が、再販さんの再販が始まります。俺は洋梨待機、洋梨期間限定でいつもトイレのすき焼きのニンニクの牛丼ぐらい。なるほどね。
最近すき家行かないかも。行きたい。あきらさん、コウモリありがとう。ぶどうは種がないやつがあり。うん、いや私種がないやつ好き。チューチュー。博士とナナちゃんハート、忘れちゃう、違う、忘れました。博士とナナちゃんハートたくさんありがとう。ハロウィンやったら何投げてもいいの？でもなんかハロウィンのパンプキンの当たり外れのやつはあれはポイントに入らないらしくて。福島のひーくん、コウモリありがとう。いちごママは知ってたけど、りっちゃんがパパとは、そうりっちゃまにそれを今日言ったら、りっちゃまはパパじゃないって言われた。りっちゃまは友人 A さんです。月見バーが終わったらもう冬かって。も確かに私ね、今年ね月見バーが食べてないの。りゅうちゅうが好きや。そうあんまね、好きや行かないね。イベントがパでりゅうちゅう、うちだしりゅうちゅうが好きやか、好きやか。チューチュー。下ぽっこりな感じ。ピロピロさん、コウモリありがとう。友人 A は寂しい。りっちゃんは友人 A にしちゃった。りっちゃんパパじゃないんかい。そうパパじゃない。サムライバーガー、俺も遠い親戚いいから仲いい。じゃあ入れます、いとこで。私のいとこ。でもいちごタンはママ、ママはママ友人になった。じゃあ B かコウモリかお化け。リッチャー、そうリッチャー玉は友人 A。 なんだかんだ言ってあなたが巣、巣の跡が気になるな。やはちゅん、なんか最近マック行ってない。モスは前食べた気がする。アツシさん、レインボースターいとか嬉しい。本当めっちゃ近いね。嬉しい、アツシさん、すごい。ピエロのハッピーモール、ハッピーモールウィン、ありがとう。嬉しい、ピエロありがとう。嬉しい、アツシさんありがとう。ジュンさん、コウモリ、ピオに結構これお腹いっぱいになる。ジュンさん、コウモリありがとう。モス何、モスは前はあれ食べた、とびきりチーズみたいなやつ食べました。レッチさん、コウモリ広島マックなんだ。広島マック、そうマック、マックな、マック、マック、マクド、マクドナルド。なんかいろんな県によって呼び方違うよね。マクド、マック、マック。やっちさん、コウモリありがとう、嬉しい。フライング初見中、イングリッシュマンさん、昨日も今日も来てくれてありがとう。こちらこそコメント読んでくれ、嬉しい、あつしさん、こんばん。千葉もマック、あマック、ケンタッキー、ケンタッキー、香川もマック、チューチュー。先日久しぶりモスバーガー、食べよう。見て持ってきてくれた、これ見せていいのかな。今パパが持ってきてくれた、なんか見たことない、見てみんな、これ見せていいの、一応これ見たことある、
これ、初めて見た出来たて実感パック。え、ちょっと一個食べてみよう。なんか普通のポテトチップスよりもさっぱりしてる。なんか出来たての美味しさをお客様にお届けして、急いで店頭にお運びしまして、出来たてに近い味わいをご堪能いただきたく、購入後はできるだけ早くお召し上がる、早くお召し上がるの。美味しいよ。ちょっと最後食べます。なんかさっぱり、ちょっとここでやめときます。美味しい出来たて実感パック。なんか普通のポテトチップスよりもなんかさっぱりしてる、食べやすい。昨日のり塩食べた？アンキンじゃなきゃボッケー。マックとマクドの境目なんだろう。確かにケンタ、ケンタ、ケンタッキー、関さんコウモリ、関東はマック、そうなんだ、関西マクド。あ、確かに朝マクドとは言ってない、朝マックだね。え、お兄ちゃん言ってない。普通の、そう、普通のの塩とはちょっと違う。顔隠し。ハテナさんコウモリ。なんだろうな、何が少なめ、そう。フレッシュチがなりたいねさんコウモリ。ちょっとおっとかいのかな。ヤッホチュー。やめられない、そう、止められないよね、こういうお菓子系は。やはり全然、ドラム、頑張れ。顔隠しちゃった。よしこさんコウモリ、よしこさん。ビンゴさん、あちさんコウモリ、 KFC って言わない、え、牛の KFC って。もっくんさんコウモリありがとう。基本安い時に食べに行って、あとはどうしても食べたい時に行ってる。私ね、あんま行かないかも。基本行かない。豆腐塩ってすごい。KFC、ケンタッキーのなんだっけ、ビスケットみたいなやつが食べたくって。博士なんちゃん、ハートありがとう。ケンタとかモス高い。モス高いの？外がカリカリのバンズ、モスの。りあちゃんからモバメ来た。今日は3通目。え、多分わかんない。なんだろう。3通目？恋するホットクッキーを連想する人いる。あー。ポテチとカラムーチョ、ダンボールで余ってるからどうしよう。すごい。こんな余ってんの。でも、カラムーチョね、スティック状のやつは、なんか人参に、知ってる？人参とマヨネーズを和えると美味しいの。カラムーチョ、スティックのカラムーチョだとそうすればいいと思うよ。アレンジしてみて、いろいろ。カラムーチョのスティックのバージョンは、その人参を細く千切りにして、
カラムチョと混ぜてマヨネーズする。食べるときモス高い、モス高いか、そう高いけど、そう新鮮、そうめっちゃ中のあの野菜とかまでめっちゃ美味しいの、シャキシャキ。あちさんコムにモスの照り上げレタスシャキシャキですけど、お兄ちゃんも好きって言ってたよな。コンチさんコムにモスついついな、ついつい夏み食べちゃう。みっけみっけまっちゃん、やちゅうちゅうちゅう。あてさんコムリカラムーチョのスティックバージョン、そうなんかポテカラムーチョはこの普通のポテチバージョンとあのスティックのやつ、あモシシェイク美味しい、バニラ美味しい。ロッテリアに行きたい、ロッテリア多分本通りに。お兄ちゃんで戦車思い出してしまう、そう戦車見つからなかった、戦車がなかった。シャキ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 がシュキシュキなの。そうシャキシャキがシュキシュキ。今日は9時まで。スティオシさんハートありがとう。ちょっと待ってね、なんかちょっとそこら辺に入れてて、入れてて、なんかいい動画すみないかな、いてで見てたら、お箸の達人一人でしよう。私やっぱ箸の持ち方が、箸の達人、お箸の達人、逆から出た、難しい。よし、これも苦手なやつ。箸、これで豆をつかみます。うわこれすくってしまうんだよな、つかめない。こういうゲーム一人でやるのは楽しくない、やめちゃおう。これはイモチューとやるのがいいね、これは一人では楽しくない。昔よくやってた気がする。ディナッツさんコンボリドムドムバーガー、なんだろう、お兄ちゃんに首振り人形を公開して、え言われなかったよ、情報教えて。今日の芋中情報は今日、今日でもあんま会ってないんだよね、今日はレッスンだったのであんまり会ってないんだけど、最近はイモチューはスマホ依存病です。リエちゃん髪伸びた、本当？ファーストキッチンで行ったことなんじゃろ、トムトム好きです、お買い物なんだろう、なんじゃろ店、ヤホチュー、箸小さい、箸短い、わしも混ぜて、混ぜる、そう子供用の遊び、そう5歳以上ってなってる、対象年齢5歳以上。やってみようかな、お箸。ちょっと待って。いやでも箸の持ち方あんまよろしくないんだよね、私、わし5歳以上、リアも5歳以上だよ。ここに時計があるので
こうやってこうやって舌を移せばいけそう。無理か。イモチュー結婚して。あれリアは、リアは告白されない。こうか。時計。うわぁ、後ろから出ちゃった。何秒かできるか。アタック弾は10個用意します。1234あっ4あっ456789010。ちょっと待ってね。タイム測ろうと。うわ、じゃあ行きます。え、待って、映ってないよ。綺麗にこうしようかな。ここに玉が、枝豆が123456789 10個あるよ。だよね、10個あるから、それをここの時計、ここの時計で何秒でできるかやるゲーム。ちょっと待ってね。これが0になったら、0、12、針が12になったらスタートしようかな。やばい、掴める自信がない。2回やって、あの何秒記録を縮めれるかっていう感じかな。目標はね、40秒。あ、待って、あと5秒で始まっちゃう。4321スタート。やばいやばいやばい。1、2、3。あ、やばいよ、つかめない。疲れて、助けて。いや、三角が難しい。が、あ、お、できた。ストップストップ。1分20秒。1分20秒でした。1分20秒。え、本当よ、本当。20秒でした。1分20秒で、で次は第最後、第2回戦。あとここ、あと10人になったら始めます。4321スタート。1分20秒を超えます。
ね、難しいの残しちゃった。最後が一番苦戦しちゃうんだよね。あーやばい、起きちゃった、タイムロスです。え、もうバイオ、助けて助けて助けて、うわー、あと一個あと一個、このむずい形があと一個、やばい、あ、できたできた、一本一本、ちょうど一本ですよ。じゃあ終わりです、ちょうど一分です。ちょうど一分でした、20秒縮めました。以上箸つかむ大会でした。あーやばかった、ひーちゃんさん、お化け、お化け、画角、ゆきゆきさん、こんもり、アベルさん、ハートハート、マギーさん、こんもり、アベルさん、ハート、マギーさん、コウモリ、アベルさん、ハート、そう、難しい、オリーブさん、コウモリ、え、小山地さん、お化けたくさんありがとう、嬉しい、アベルさん、コウモリ、オリーブさん、コウモリ、ラスボス、そう、ちょっとこのなんか三角の変なやつがつかみにくかった、トゥルトゥルしてて、そう、ゾロさん、コウモリ、レインさん、コウモリね、ラスボスタイムロス、レインさん、からあげさん、ありがとう、コウモリたくさん、メリーナさん、コウモリ、割り箸、確かに割り箸でやったら、いや、この箸がいけないいけない、ほらリアのと全然長さが違う、明らかにちっちゃいんだよ、今日誕生日ばかり、え、小山地さん、おめでとう、お誕生日おめでとう、おめでとう小山地さん、素敵な一年にしてね、おめでとう、おめでとうすぎる、10月リアと一緒、おめでとう、そんなお箸ちっちゃかった、そう、ちっちゃかった、おめでとう、おめでとうおめでとうおめでとう、お片付け、お片付け、ももさん、ハートありがとうございます、こちらこそいつも応援してくれてありがとうございます、誕生日おめでとう、本当に、カチューウシャー怖い、マントつけちゃった。ドラクラ、ドラキュラ、ドラキュラ、今日はドラクラになってみました。 STU さん、ラブレター、ありがとう、ドラクラになって、さらには魔女にもなります、
れちゅら。後ろはこんな感じだよ。あ、三角になってるけど、ちょっと待って、もう一回やる。三角で作って、これを、これを三角のままこうやって後ろに持っていくんだけど、こうやって三角、ドラチュラ。いろいろ工夫して配信する、本当？いいんやないですか？本当？アンピーさん、か、あ、今日最後。ドラキュラさん、マジさん、これ本当？最後、耳がくれとキョンシーにもいる。にゃほっちゅ。どれくらいになっちゃった。サルマンダーさん、おばけ。やっぱラリアです、本当。リボンが見えない。じいさん、かんまり、ありがとう、嬉しい。お菓子あげるから会いに来て、行く。キバあるよ。キバ。は。なんか変な。どれくらい。これは隠しちゃおうかな。リアチューかわいい、本当？コフマンさん来てくれてありがとう。少女漫画読まない、漫画まず読まないかも。今日もかわいいね、明日もかわいいのかな。本当？今日かわいいですか。リュウチロウさん結婚して嬉しい、ありがとう。考えとく。都市伝説信じる。こんばんはです。こんばんは、ゆういちろうさん。めっちゃ閉めよう。座れても OK？ 吸血鬼。私は吸血鬼ですか。チューチュー。リアチューに夢中？ドラクラ。ちって星になる？リアチュー夢中。三番の家のサポーターさん、こんばんは、ありがとう。リアチューならチューチューされてもいい？本当？チューチュー。
チューチュードラキュラチューは夕飯、夕飯はあのお昼ご飯食べるのが4時ぐらいとかだったのでお腹空いてないので今日は食べない。これ飲んだ。明日も買っちゃおうかな。何味買おうかな。普通の緑の買おうかな。今日の衣装は何をイメージ？とドラキュラ&うん魔女、ドラマ女ですドラマ女。吸血鬼、湘南市カメラにマフラーをつけてた。食べないの？じゃあポテチもう少し食べていいよ。え、もう、もうないよ多分。下に持ってってくれたもん。土曜日のツーショットからめっちゃ好きなんだ。本当？ヨシヒカさん、ヨシヒサさん嬉しい。本当ですか？ヨシヒサさんもっとリエツのことを好きになってくれる？ヨシヒサさんともっと仲良くなりたいな。ドラマに出てほしいの？女優さんにはならない。でも演技一回チャレンジしてみたいなって思います。めっちゃ好きなんですよね、子役の方とかめっちゃ好きなんですよね。ドラマ上中組ごとに巻くとおしゃれな感じ。ほんと？そういう人ってやっぱアイデアで乗りました。ほんと？嬉しい。スレマホラー平和の印、白いマホラーあるかな、なったようななかったような。どれ、ピアチューにも来てくれてありがとう。今日は何しようとしたんだっけ。なんだっけ、レゴで遊ぼう。これお片付けしなきゃね。脇役でも出たいくらいの演技ね。うん、めっちゃ出たい脇役でも。先生とまたたり再販で、嬉しい。じゅんさんめっちゃ嬉しい。レゴ作ります。今からみちさんが舞台のお仕事してるからリア中もワンチャン出れるか。頑張ります、いつか出れるように。私はかっこいい車を作りたいです。だからタイヤつけて、ちょっとタイヤつけようかな。ちょっとスポーツカー作ります。ん？はにゃ？こういうこと？学園ドラマは何だろう、もう何でもいいから一回出てみたいなっていうのはあります。スタッフさんには伝えたい、したいことを伝えておくの大事。いつかつながるかも。本当に演技っていうやつを、お仕事を一回やってみたいなって思います。めちゃくちゃやりたい。まずは土台のタイヤを作りました。最近そう舞台すごい、これをまず下のタイヤ部分を作ったので、ここから進化していこうかなと思います。まず私は
白と赤のスポーツカーを作りたいと思います。土台は白で赤を、まずは白を土台をつけていって、うん、失敗したかも。こうしよう。レゴパーツたくさん、そう、3人。車の種類？ベンツとか？どっちの？トヨタとか？日産とかの方？硬い。レゴさん鍛えたい。ちょっと頑張る。こうしようかな。こうして。そしたら赤を、赤を。赤の方がいいのか。これを白をライトつけたいからこうして、実は初見ベンツモノニャまさかの高級さ機内ベンツレゴでは。え、いろいろ作る。お家とか作ってた。ちょっと待ってね。赤の方がいいのかな。あ、でもこれでいいのか。いいかも。あの、これで張った方がいいか。タンさん、コウモリありがとう。嬉しい。コウモリ嬉しい。あ、間違えちゃった。あ、壊れちゃった。コウモリを集めてるので嬉しいです。タンさん、またコウモリありがとう。お疲れ様、ありがとう。みんなもお疲れ様、月曜日。あ、うん、なんか音量にご注意ください。コウモリ触れる。なんかこれ変だな。これは割れ目作らない方がいいか。こうして、消防車になっちゃった。消防車作ります。急遽消防車途中で帰ったそう、赤色と白の赤色の車を作ろうとしたら消防車になっちゃった。ありゃりゃ、い
うん、これも、ああ、迷っちゃう。硬い、そして硬い。うん、これ長いのがいいかな。チューチュートレイン。あたしさん、ありがとう、こんもり。嬉しい。こんもり。これをつけたいんだけど。赤、これあれなのか。集中力ある。今日も髪の毛ツヤツヤ本当。あたしさんコウモリまたありがとう。壁立ちさんハートの記事ありがとう。肩。なんか変。どうしよう、横幅をでかくしたこれ絶対わかんない。信長さん、こんばんは、ありがとう。来るの遅くなっちゃった。来てくれたけど、周平さん。かばたさん、こんばんは。信長さん、ハート、よしさん、こんばんは、ありがとう。レゴ家作って住もうかな。憧れ。早くレゴ作り終われます。頑張ります。でもこっからの道のりは長くない気がする。じいさんありがとう、こんもり。こうしようかな。後ろは確かあの色だった。レゴリアチ今レゴ制作中です。
途中経過、そうお楽しみにしちゃおうかな。あとちょっとできそう。うん、なんかこれ上いらないんだよね。まあいっか、でかくしちゃう。緑が少ないって聞いたけど、確かに緑少ないかも。わかんない、そうなのかな。青とか黄色とか、ん？赤多い。そうレゴ中。あとちょっとあとちょっとが長いのよね。あとちょっと。ミミィさん、コウモリありがとう、嬉しい。コウモリ。買った買った。なんか赤色のレゴが思ったよりなくて、ちょっと時間が。どうだろう赤のレゴ。よし、赤のレゴ調達完了。あとちょっと。 NT さんこんばんは、ありがとう。うわっ、あとちょっと。
完成。トロッチさん、コウモリ、コウモリケイさん、コウモリ、小山地さん、コウモリ、ごちちごさん、コウモリありがとう。待って、完成した。かっこよくない、かっこよくないけど、横幅が足りなかったかも。でもこれ消防車ではないかも。リア充オリジナル消防車。待ってね。え、待って。はまんないかも。はまった？できた、できた。これは水中でも水中でも動けるようにしてあるの。ちょっと待って、あと人乗せる。リア充だけに水、そう、リア充だけに水中。中は何色で見るか見えない。ひょっこり反してる。難しい。あ、最後。栃木のすさん、小森りょうさん、小森ありがとう。ちょっと待ってね。お、完成する。いた。ちょっと待ってね、今人乗せてるんだけど、むずいの、人が壊れちゃう。できた、できた。ちょっと待ってね、もうちょっとプルプラつけたいんだけど。改造する。
プロペラ破壊しちゃった。見て、消防車見んないけど消防車作ったこれはライトで、えサイレントのやつで、これは車のライト光るとこで、めいめい口で、なるにさんこもりで、人が乗ってて、ここ2人いるんだけど、で横はあの流中庭にあるやつつけて、ここにマラをつけて、後ろはこれ、青はあんまり見ないでね、青色がなかったの。後ろはプロペラつけて、海でも焦げるよ、うわ待ってちょっと待ってね、待って壊れちゃった。プロペラがあって、え、ちなみにこれ回らないの回そうと思ったら破壊しちゃうこれはよくわかんないけど羽をつけました。後ろ沸いてますプロペラが弱点、そう、もうプロペラさよなら。お片付け以上、あの消防車でした。ガンダムタイヤモコつけちゃおう。これは私が考えたやつ。これはここにタイヤをつけるここにタイヤをつけることで、あのこの子の頭を洗浄できるの。あ、こうやってあるから、これで頭をあの洗うこともできるんです。こうやってね、くる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 、暑い時はこうやってくるくるして洗います。ちなみに新品タイヤですちなみに新品のタイヤです。安心してくれて車検通るよ。よいしょ。そう、住めるの。そう、住めるから、そう、一応あの髪も洗えるように一応しときました。そう、髪も洗える痛いで、あのこっちは髪を洗いすぎちゃってタイヤが剥げちゃったのここタイヤ剥げちゃったタイヤ剥げちゃった。こっちはまだ新品に変えました。だからまだ頭を洗えるよ。ちょうどいい感じの高さ。コインロッカーはあの物は、あのコインロッカーは特にないので、あの自分の持ち物はあのあれです、ゴミ箱を捨てます髪の毛抜けるコインロッカーはまあここでもいいですね。でも車進む時に落ちちゃうよっていう注意事項です。X メンさんハート想像以上。 X メンさんハートありがとう。食堂は特についてないんだけど、ここで食事を済ませます。ここで、でここでウーバーイーツします。あ、ここでウーバーイーツします。窓、この窓からウーバーイーツします。ウーバーイーツじゃない、なんだっけ、ウーバーイーツじゃなくて、
なんだっけ、消防車でテイクアウトします。何人乗り？これは2人乗りです。そばアレルギーでも住めるよ。で、物足りなかったのでどこでもドアつけることにしました。